川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は第10回です。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、気づけばですね、もう第10回なんですけど、先生、積み重ねてる感は実感正直ありますか？回を重ねてるか、ああ、流れの中にあるから、どうかな、あまり意識してないですね。これ、私事で恐縮なんですけど、会社で、私の会社、今年もう9年目なんですけど、こうしていろんな番組のお手伝いさせていただいてるんですけど、自分自身もそうですけど、もう番組、皆さんおっしゃるんですけど、無意識の間にもう10回、100回、本当300回とか続けてる方いらっしゃるので、そうですか、すごいですね。なので、今、先生おっしゃったように、もう気づかない間に10回、300回、400回もあるんですけども。まあ、そんな中でですね、今日めでたき第10回ということなんですけども、今日はですね、こんな、ちょっと今までとまた趣旨が変わるんですけども、こんなキーワードを先生にお話を伺いたいんですけど、拡大よりも充実。ああ、経済に関してですよ、はい、ですね、はい、前回の経済つながりでいけばなんですけども、よく先生、拡大よりも充実をっておっしゃってるんですけど、なんとなく確かにそうだよなっていうのは腑に落ちるんですけど、これはなぜなんですかね。自分の体験はどうなんですか？あ、いきなり痛いところを使いました、ね、これですね、実はまさに一番伺いたいところなんですけども、まあ、ずっとやっぱり同じ意味合いかどうかもわからないんですけど、やっぱり量より質っていうのはずっと気をつけてきたんですけど、まさにこの去年ぐらいにいろんなことが絡んで、これも後からなんですけど、やっぱりやや量、質より量を追ったところがあって、まあ、その歪みで今いろいろ実は進行形で苦しみつつ、先生のこの拡大よりも充実をっていうのがすごく腑に落ちてるところです、ちょうど。なのでやっぱり真理だなっていうのは、目先はね、いいかもしれないですけど、結局芯を落とすなみたいなことを感じますね。先生がぜひ番組でもシェアいただきたいんですけど、常々おっしゃってる、多分同じことだと思うんですけど、あんこの数よりも中身。そうですね、これやっぱり一生の話ですか？その基本的なこととして言えば、まあ、仕事始めたり経営を始めたり、はい、順調に行き始めると、まあ、これほとんどが男性と思うんですけども、はい、すぐこう拡大したがるんですね、こう指定の、で次に2店舗3店舗とか言ってバーッと、だから人間変な話で、大きいものが大好き、大きくなったら自慢したがるっていうか、店が大きいとか、資本が大きいとか、大きな会社とか、社員が大きいということをどうしてもこう男の方は自慢したがりますよね。なんでなんですかね。まあ、世界中の人は男性が大きいのが大好きということも。ちょっとごめんなさい、はい、ある意味とにかく大きいのが大好き、はい、大きくすることが大好きっていうか、男の達成感といいますかね、とかありますね。でも今の時代はこうそれをするよりも、もっと大事なことはちょっとだけ充実といいますかね、こう拡大する前に、拡大すると人は従う人はほとんどゲーム感覚で仕事を取り付いたり大きくしたりする人たちが、面白いから仕事してるとか、ただお金儲けるから、儲けたからまた税金対策で拡大しなくちゃとかいう、なんかな、そこにこう従業員の幸せとか品物の良さの質を高めるとか、そういうことの情熱、人々を幸せにするための情熱ではなくて、自分の野望の達成のための情熱の方向に行くのが、僕拡大してる人たちの顔を見ると感じるんですよね。すぐこう2店舗10店舗で、俺はなんかそういう商売の達人だみたいな感じで、大きなとこに、でドンドンとこう目立つとこに出したがるって言いますかね、銀座とか一流のとこに出したがって、こう名前を売りたいとかなってしまってる方たちが多いと思うんですけども、それまさに先生が先週おっしゃってた、そうなっちゃってる人はそこにある意味人がなく、数字遊びだったりゲーム感覚でやってるから、人間経済じゃないってことですよね。そうですね、そうですね、その通りですね。なんかこうゲーム感覚で面白い、ただこう仕事の大切さや、そこでその、なんていうか、企業の使命を忘れて、ただよく売れる、大きくなる、収入がある、税金対策、名前を上げるっていうことで拡大していってる人たちは、まあ大体10店舗目以上になった時、ほとんど
自滅していきますね。もうほとんどの人がダメになってきますね。そこで気づいて、ああそうではなくて、こう社員のためにここまでちょっとこう緩めて、こう、うん、役に立つことや客の喜びや社員のこうなんか技能を高めることに目を向けることができる経営者と突っ走る経営者の違いは、やっぱさっき言った野望と野心なのか、それとも希望と人々に喜びを歓喜を与えることができるのかの違いだと思いますね。拡大よりも充実ということで今いろいろお話を伺ってるんですけど、ふと思い出したんですけど、先生常々これと関係してたと思うんですけど、イベントと、まあ、神事、そうですね、神事って言うんですかね、はい、この違いっていうのを常々説かれてますけど、この辺もお話しいただけますか。そうですね、今の拡大と充実もよく似てると思うんですけど、拡大の人はこうイベント好きな人みたいなもんですよね、わーわーされて、とにかく収入と利益と目立つことをするっていうのが拡大だと思うんですね、はい、で拡大するときはそれが必要ですよね、なんかこう目立つことや人の目を引くことや、とにかくそうですね、人を集めることが、うん、でイベントとイベントもその拡大もなんかこう自分の利益につながらないことが来たり起きたりしたらパッとやめてしまいますよね、うん、なんかあくまで自分ありきでやってそうですしね。そうですね、利益というかね、こう自分が面白いっていうか、自分ですよね、まあ、お金につながるとか、まあ、それの面白さを感じるんでしょうけれども、うん、まあ、もう一つ大事なことは、まあ、イベントと神事の違いで、神事っていうのは何百年も、やっぱ時によっては千年ぐらい続きますよね、完成によって。確かに、そこは人を救うとか人の喜びを与えるっていう根本的なものが、うん、あの失われてないからですよね、うん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 、イベントは利益がなくなったり人が集まらなくなったり、なんか何かが変わってしまうとやめてしまうというか、はい、理に沿わないとやめてしまってしまいますよね、うんうん、それと拡大と充実がすごく似てると思うんですね、うん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 、だからやっぱあの企業っていうのはこう神事っていう信じにつながるような、はい、ずっと永続性っていうものがこう大事、うんうん、永続性ということはとか、そこにこう人々に救うと言いますかね、志とか、まあ社会貢献とか人に喜びを与えるとかいう言葉にできるような祈りってにつながるようなものがないと、あの企業としては存続しないと思いますね。わーわー騒ぐかっこよく生きる人はあの拡大が好きですよね。わあ俺はすごいなとか、もうベンツ買ったよ、3代目なんだよ、儲けるとお前もやれよみたいな感じで、結構イベントだよ、わあ騒ごうよっていう、一世不備だとか言ってるのは、うんうん、長続きしない、無責任、野望を達成した人、そういうことですね、違いですね、うん、でもそう考えると先生今思ったんですけど、日本には、僕の知り合いで研究してる方がいるんですけど、100年以上続いてる企業ものすごくあるっていうじゃないですか。ありますね、1万社ですよね、うん、あるみたいですね。ということはやっぱり、まあ、だからっていうわけじゃないですけど、先生が常々おっしゃってる日本とか日本人っていうのはなんか本来そういう何か持ってるんですかね。そうですね、まあ、よその国にはないみたいですね、100年、うん、まあ、アメリカはまだ200年ぐらいだから、うん、あれあのそんな長い国じゃないけど、はい、中国でもないですもんね、うん、世界ヨーロッパでも何百年という企業がないんじゃないかなと思います、うんうんうん、で今早川さんが言ってたようにその談合と家具の違いにつながるんですけども、あ、はい、私が、まあ、地方を言うとおかしな話になるから言わないんですけど、本当にあるおばあちゃんが幸せに作ってたお団子があったんですよ、はい、有名なお団子屋さんが、でそこを食べに行こうと思ってて、うん、でそこ並ぶんですよ、わって朝美味しいですからね。で僕は3時ぐらいに行ったらもうなくて、もう1時に来ないとダメだとか言われて、1時に行った時は、うん、なんか12時で売り切れたとかって買えなかったことがあって、それから2年ぐらい経ったらなんか噂が入ってきて、息子さんが入ってきた、はい、でどんどん売れるようになって、なんか支店を出したっていう噂を聞いたんです。その僕あのある地方に公園に行った時に、あ、大きくなったんだ、大丈夫かなと思ってて、うん、3年目に行ったらそこは倒れて亡くなってたんですよ。あれ、うん、あそこの店ないなって聞いてみたら、やっぱりその拡大って言いますかね、うん、どうしてダメになったと思います？おばあちゃんはいつもありがとうとか、うん、ここ美味しいなんかおはぎ あんこを作って食べてねとか、うん、数が200ぐらいしかか300ぐらいしか限れてなかったんですよ、うんうん、ただ息子さんが来てから、うん、バーッと同じような作り方をしたら、うん、ある日突然売れなくなった、うん、なぜそうなったか、あれですかね、なんか
手作りを変えた、例えば機械化したりとか何かこう添加物みたいなものを入れたとか、うん、売れることを目指したからこう機械を入れる 手じゃなくなって大量作らないといけないでしょ、うん、だから味が一定にするとか言ってこう、うん、日々の味の違いとかがないじゃないですか。あで機械だからこうこね方が綺麗だからちょっと味が変わってきますよね、うんうんうん、でまあ、まずそこまでは良かったらしいんですよ。みんなまだあの並んでとか、うん、ただ並んでる人からもっとたくさん作ってよとか息子さんに言ってもっと売れるじゃないかとか言ったら、うん、じゃあもっと作ろうと思って作り始めますよね。ただ人を雇って今度はおばあちゃんの手ではなくて自分の手ではなくて他の人の手を入れるとまた変わってきますよね、うんうん、でさらに失敗したことがあるんですよ、はい、視線を出したことによってさらに失敗したこと何ですか。大量に売りたい、冷凍するようになったんです。あ、うん、もう最初と全く別物ですね、うん、だからもうそこにはない心がない、うん、あのおばあちゃんの意思がない志がない、うんうん、だけどまさに僕拡大と充実がその辺にあると思いますね、うん、心が売るため利益のためにやったことはやがて消えていくだろう、うんうん、志を失ったこと、うん、で合理的にやったこと、うん、そこには人々の喜びじゃなくて売りたいという欲が先行するから防腐剤を入れるでしょ、うん、おばあちゃんの時は300個だくらいぐらいか防腐剤なんかいらないじゃないですか、うん、とかやっぱ1000個2000個になったら防腐剤を入れないといけないし、うん、まして支店になったら今度はそれを冷凍食品でやらないといけないし、うん、で包みとかなんか、ね、値段も上がってくるし、うん、全く それが典型的な例なんですけどそこを乗り越えなきゃいけないと思うんですけども、うん、拡大と充実の違いだと思うんですよね、うん、だからまずやる前は充実それを失わない心で少しずつこう、うん、あの作り方や技術を高めてこう、うん、拡大を目指すのではなくて喜びを目指してあげるっていうことが僕海外経済というか、うん、まあ、あの本物の生き方、うん、大事と思う。結局さっきのその団子屋さんの息子さんはだからそういう意味でもまだ元はおばあちゃん信じだったのがイベントになっちゃったってことですよね、うん、じゃあそこで大企業はどうするんだとかもう工業製品はどうするんだとか、うん、同じだと思うんですよね。工業製品って人も祈りを込めて作る工業製品と出しながら、うん、教えた人はねだからそこを取り入れて社長さんが言ってますよ、はい、あの一つ一つにあの手を添えて出会った時にみんなの役に立って帰って帰って出て行っておでとかみんなの役に立ってあれしてくれねとか喜び与えてくれないと必ず声をかけてるって大量生産で同じことということですね、うん、それとはねやっぱ違うって言ってましたね。うん、社員もそれを感じるって最初はバカにしてたけど徐々にそれが売れてありがとうとか、はい、あんたの製品は違うとか評判が返ってくるようになったからやっぱ大事なんですねっていう。でも先生おっしゃってた その辺はまさにまたこれも追ってですけど1秒の祈り1秒の感謝とかともつながるってことですよね。あ、経済だからちょっとこうスピリチュアルなっていうかね、まあ、言葉でかっこいい言葉であれだけどいう考え方を取り入れるっていうのは僕、うん、これから あの海外経済というか資本主義には必要なこと、うん、要素だと思うようになりましたね、うん、ただ売れるとか感謝とか心とかいうよりも、はい、もうちょっとスピリチュアルな生き方や考え方を浸透させることが海外経済を救うのではないかな、うん、そうですね。そこにはやっぱ心がありますからね人間経済の方が、うん、人間心を失うこと無理やもんね、うん、心がないあれは。ということで、拡大よりも充実神事とイベントということを、今日は、お話を伺いました。この番組では北川八郎先生の、質問そして番組のご感想をお待ちしております。詳しくは北川八郎ホームページもしくは、こちらのメールアドレス北川アットマークキクタス .jp kitagawa アットマーク ki アルファベットの qtas.jp までお寄せください。今日は第10回をお届けしました。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。